まず街歩きをやります。でその後お昼を、地場さんの、例えば、地元の料亭の方に、料理長さんに工夫していただいたお弁当を作っていただいたりとか、冬はこう小田原のかまぼこを生かしたおでんをですね皆さんに食べていただいたりとかいたします。でこの歩く食すという、時間の中から問題を出させていただくということなんです。これが、まあ、ためになっていることにしています。でそのこのように筆記試験ということを、重視ペーパー試験の形だけにしなかったのは、実際にその、街に出ていただいて皆さんに歩いていただくっていうのが、街にとってとても大事なことだっていうのを、感じていたからです。でそれから、まあ整理できなくてこれからは羅列になってしまいますが、実際その街歩きをしていくとですね、いろんな方の協力が必要になってきます。でまずガイドはどうするんだということで、どこの地域にも今たくさんいらっしゃると思うんですけども、こちらの小田原街歩き検定はボランティアガイドっていうのをやってらっしゃる方に協力していただいて、やっております。でそれからガイドした時に外からこう、ここはこうです、ここはこうですって説明するだけではなくて、例えばお店に伺いましたら、そのお店のご主人の方から、ここのお店の名物はこういうもんですとか、そういうお話をしていただいたり、あるいはその、お祭りが、名物のところでしたらば、神社の、神輿会の方に来ていただいて、そこで木遣り歌を披露していただいたりとかですね、そういうことを、しまして、いろんな方にこう、先ほど企業の協賛みたいなお話ありましたが、そういうなんていうんですかね、人的なというか労力でお話しいただくという形で協力いただくことができます。で、まあ、他にもですね、我々のこのテキストというのも、普通のその、テキストとちょっと違いまして、街歩き指南帳という名前になっています。でこちらはなぜこういう名前かと申しますと、この本を持って、その問題が出題されるポイントを実際歩いてくださいっていう形になってるんですね。で開きますと、本の上のところにこう地図がついてまして、この地図を使って、ずっとポイントポイントを探していかれる、まあ、オリエンテーリングみたいな感じですね。でその場で問題を、解いて後ろに回答がついている、回答解説がついているという形です。でこれは目で見てその場で例えば石碑を見て確かめるとか、そのお店の方に聞かないと分かんないとか、そういうふうな問題になってまして、このテキストを持ちながら、街歩きをしている人が結構増えてきているので、とても嬉しいことだなと思っています。でそれから、街歩きというお題だったんですが、少しだけ、脱線しますと、この食事というところでも企業さんの協賛をいただいていられるんですね。でこの時にも例えば料亭さんの料理長さんに、お願いしますと、自分はその料亭入って30年経つけどおにぎりなんかを結んだこと本当に何年ぶりだろうと言いながら、特製のおにぎりを作ってくれたりとかですね、ということが、意気に感じてやってくださるという形です。それから我々の選定では初級、中級、上級っていう形ではなくてですね、鹿児島さんと同じように足軽殿様みたいなことを最初書かれたんですね。だけどそれはやっぱりなんか問題があるということで、小田原ではですね、小田原にゆかりのある人の名前を、クラスの名前につけてます。多分皆さん一番ご存知なのは、二宮金次郎というのが小田原生まれで郷土の偉人でおりまして、でその方が、まあ、一番上のランクは、二宮尊徳級に小田原のことをよく知っていると。でその次が、中級のクラスは、小田原に10年間住んで、何百曲っていう童謡を作った北原白秋という方もいるんですけども、その方にあやかって中級は北原白秋で、3級は、一晩小田原に泊まって、失敗をやらかして帰ってしまった東海道地膝クリームの矢敷さんというのがいるんですけど、矢敷級っていうのをつけてます。でそうしますと矢敷だけにはなりたくないって結構みんな頑張ってやってくださいます。
で一番最後この楽しむっていうのをつけてるんですけども、こちらは実際その街歩きの途中ではお買い物タイムとか取れないんですね。で買い物したいんだけどって皆さんおっしゃるんですけど、そういう方の声もありまして、回ったお店に、多少歯科よりもかなり安くですね、いろんなものを提供していただいて、でそちらをこう何て言うんでしょう、福袋みたいな形でいろいろ詰め合わせます。でそれにもランク付けをしてありまして、例えばチキンではやじきたでも福袋は一等っていう方が結構出まして、一発逆転の大喜びで皆さんお帰りになります。で旦那の場合かつお節を作ってるんですけども、かつお節は、ガサがありまして、たとえ300円ぐらいのものでもですね、こんな袋になるんで、かつお節はなかなかいい経験だなという。以上つまらないお話でしたけども、山下さん の採用タイムを取るということで、今、選定させていただきました。チラシは、後で後ろに置かせていただきます。それから、このテキストはですね、実は、これもいいお話なんですけど、これ自費出版なんですね。大江戸見聞録とか京都検定とかはやっぱり大きな出版社さんが出していて全国的にも流通するんですけども、これを作って3年目に入った今年、今月初めにですね、ゴマブックスという本屋さんから電話がかかってきて、検定シリーズっていうのを出したいんだけど、これを本にさせてくれないかっていうことがあったんですね。で、実は今日があ、すみません。明日ですね。明日全国発売ということになりました。で、それが小田原が第1弾で第2弾の同時発売で若さの大浜検定というのがあるそうで、で、ゴマブックスさんでは続編をこう検討されているということなので、皆さんもですね、テキストを作って売りたいという方がいらっしゃいましたら、ゴマブックスさんにご連絡いただければと。全国の書店に並ぶということなので、とてもいいことだと思います。はい、で2冊余ってますので、お買い求めいただければと思います。よろしくお願いいたします。